大沢やっぱ胃腸は強いですか。いや全然弱いですよ。あ、そうなんです。そんな大量には食べれないです。そんなに一気に大量には食べれない。大食いではないです。大食いではない。だから以前その体重増やした頃、はい、ジム通ってた頃に要は卵、はい、生卵10個とかさ、はいはいはい、納豆3パックとかさ、はいはい、もう無理やり食ってたんだよ、はいはい、卵ももう飲んでたから、はいはい、めんどくせえから、はいはい、そしたら1週間も経たないうちに朝方強烈に胃がもう痛くなっちゃって冷や汗出てきちゃって、はい、そのぐらいものたうち回るぐらい痛くなっちゃって、はい、これで病院行ったらこうエコーあるとこに立てられて、はい、9000円になってるぞって、何食ったんだって言われて、うん、と卵を10個のってそれはなるわって言われてだそのぐらいやっぱり無理して食ってたんだけど、もう自分は結構そのスーパー の、うん、あの惣菜とかあるじゃん、はい、まあ、あれで胸焼け起こしちゃうタイプ。うーん、じゃあそんなに胃腸強い方でもない、ね、全然強くないよ結構ね、胃腸が弱いから。